今回は北関東方面より、こちらのお車が、納車される数ヶ月前からアクセスをいただき、シートはエルゴメドデオというご指定でございました。すでに以前他のお車で他のレカロを複数ご利用になったお客様らしいですが、どうもマニュアルの自動車でレカロシートを使用したが、あまり良い思いはなかったということで、思い切ってジェットセットを指名していただきました。普通のレカロで付ける付け方よりもすでに後ろ多分ね30ミリぐらいは上がってるはずなの。それでさらに後ろは上げられる。その代わりさらに後ろ側を上げてしまうと、はい、前側の太ももが少し寂しく感じるかもしれない。でも後ろをもっと上げるのが必須だったら、はい、若い人頼んで一旦外して前側のスペーサーも追加するけど、はい、ちょっとまたの間からスライドを合わせてみて、前後スライドということで、この後角度を設定しての一旦の納めですが、後日再度北関東方面より車の運転の操作の質問なども含めて再調整にお越しいただき、さらに後方を上げてみたという結果でございます。どうぞマニュアルに乗るお乗りで、どうもしっくりしないというお方様はジェットセットでシートをお求めいただければ幸いでございます。